こんにちは、もしもです。今回はコントローラー型のメガドライブ互換機、セガジェネシスアーケードブラストをご紹介します。当チャンネルではおなじみのアットゲームズがセガからライセンスを受けて販売しているゲーム機ですね。メガドライブ互換機とご紹介させていただきましたが、あらかじめ複数のソフトが内蔵されているタイプのゲーム機で、カートリッジが挿せるわけではありません。コントローラー型の本体に直接映像出力ケーブルがついていて、電源も乾電池のみという割り切った仕様です。いわゆるプラグ&プレイタイプのゲーム機ですね。アットゲームズのゲーム機は基本的に低価格路線ですが、その中でも安い部類に入ると思います。パッケージのデザインからもそんな雰囲気が伝わってきますよね。内蔵されているゲームは12本。すべてセガジェネシスのゲームです。ジェネシスは北米版のメガドライブですね。12本というと少し物足りないような気もしますが、ファミコンミニやメガドライブミニが発売される数年前のハードなので、オフィシャルな製品としては無難なところではないでしょうか。昔セガトイズが出していたメガドライブプレイ TV という似た感じのハードがありましたが、それは内蔵ソフト6本でしたので、それよりはお得という感じですかね。本製品は数年前の製品で、メガドライブミニがある今となっては微妙な存在ですが、その分海外ではかなり安く売られていたりします。それでも購入するのはセガマニア、レトロゲームマニアくらいかもしれませんが、個人的には初代メガドライブ風のコントローラーに惹かれてついつい購入してしまいました。アットゲームズの製品ということで、内容の方はなんとなく想像できてしまいますが、セガジェネシスアーケードブラスト、開封して内容の方をチェックしていきたいと思います。パッケージの方は一昔前のデザインという感じですね。セガジェネシスのロゴが大きく、アットゲームズのロゴは控えめな感じです。セガの製品と勘違いする方もいそうなデザインですね。パッケージでは製品名がわからない状態でしたが、マニュアルにはセガジェネシスアーケードブラストプラグ&プレイとありますね。入っていたのはゲーム機本体とマニュアル冊子だけでした。それではセガジェネシスアーケードブラスト、内容の方を見ていきます。マニュアルにはボタンの説明があったりしますが、そもそも6ボタンを使用するゲームが収録されているのかという話ですよね。こういった製品は後からソフトを入れ替えて様々なバージョンを展開させるケースもあるので、あらかじめ6ボタンにしておくというのは分からなくもないのですが、買う方からすると違和感しかないですよね。セガからライセンスを受けて製造されていることが書かれています。2011年頃の製品みたいですね。そしてこちらがセガジェネシスアーケードブラスト本体です。初代メガドライブのコントローラーに似た形状ですよね。ただ初代のコントローラーは3ボタンプラススタートボタンという構成でしたので、いろいろとアレンジされています。十字キーやボタンの感触は無難な感じですね。特別いいわけではありませんが、違和感なく操作できそうです。十字キーの横にはスタートボタンの他にメニュー画面に戻るためのボタンが用意されています。背面には電池ボックスがあり、単三電池3本で動くようになっています。映像出力はコンポジットモノラルで、ケーブルは本体に直付けされています。10年近く前の低価格商品なので、コンポジットでも仕方ないですね。似た感じのゲーム機をピックアップしてみました。こちらはセガトイズが販売していたメガドライブプレイ TV というゲーム機です。2004年頃の製品ですね。今回の製品と似た感じのコンセプトで6本のゲームが収録されていました。パッケージはこんな感じ。セガトイズの製品ですが、メガドライブを彷彿とさせるパッケージデザインになっていますね。ただこの頃の技術ではコントローラーに全て詰め込むことは難しかったのか、ゲーム機本体は別に存在します。メガドライブ2を小さくしたみたいなデザインですね。電池もこちらの本体に入れるようになっています。
映像出力ケーブルはこの本体から出ていますので、テレビにつなげるだけとはいえちょっと煩わしい感じがしてしまいますよね。こちらはアットゲームズが販売しているゲーム機、バンダイナムコフラッシュバックブラストです。これは無線式のコントローラーですが、今回の製品にかなり似ていますよね。6ボタンあっても XYZ の用途がないというのも同じです。形状は似ていますが、サイズは今回のゲーム機よりも一回り小さい感じです。黄色いスティック状のものが本体ですね。直接 HDMI 端子に差し込むようになっています。パッケージはこちら。バンダイナムコの製品と勘違いしてしまいそうですが、アットゲームズの製品です。これらのゲーム機に関してはそれぞれ過去に動画でご紹介させていただいておりますので、よろしければご参照ください。それでは電池を入れて起動してみたいと思います。電池は単三電池3本です。ネジ山を潰さないように気をつける必要がありますね。電圧が少し低くなってしまうのでサポート外だと思いますが、今回は充電式のものを利用します。それでは電源を入れてみます。なんだかとても見慣れたメニュー画面ですね。収録されているゲームは12本ですが、それぞれのソフトに対して2面からスタート、3面からスタートといった感じで、メニュー項目が水増しされていてとても見づらい感じになってしまっています。セガ公認でこの内容というのはすごいですよね。ざっと収録ゲームを確認しておきます。1ページ目にあるのはアレックス・キッドの天空魔城ですね。2ページ目にはエイリアンストーム、獣王機、アローフラッシュがあります。3ページ目にはコラムス、死の迷宮、フリッキーですね。4ページ目にはゴールデンアックスがあります。5ページ目にはソニック&ナックルズ、ソニックスピンボール、ソニックザヘッジホック。6ページ目はステージ選択だけですね。7ページ目にはソニックザヘッジホック2があります。これで全てですね。収録されているゲームは以上の12本になります。アットゲームズのメガドラ互換機はサウンドの再現性が悪いことでも有名なので、そのあたりをチェックすべくざっとプレイしてみます。今回は1本あたり1分程度のダイジェストになっています。
from your grave. Power up.Welcome to your doom.
いかがでしたでしょうか。当時セガ公認でこのようなゲーム機があったというだけで、これから購入する感じのゲーム機でもないかもしれませんね。収録されているゲームは定番のものがほとんどで、ハズレもなく遊べる内容だと思います。すべて英語版ですが、英語で困るとすればローグタイプの RPG、 死の迷宮くらいでしょうか。シューティングのアローフラッシュはやや単調すぎるところもありますが、それ以外はセガを代表するゲームばかりで、今でも十分遊べると思います。定番すぎて今更感があるのも事実ですが、一度遊び始めるとついついプレイし続けてしまう面白さがあります。途中のステージから遊べるように改造されていたりするのは某国のゲーム機みたいで、オフィシャルなゲーム機としてはどうかと思いますが、短時間のプレイと割り切って遊ぶ際にいきなり最終ステージからプレイできたりするのはありかもと思ったりしてしまいました。やはりサウンドの再現性はいまいちな感じでしたね。本当に安くてルーズなゲーム機なので、このあたりは諦めてしまった方がいいのかもしれません。これからこのゲーム機を買おうという方はいらっしゃらないかもしれませんが、海外の通販サイトをチェックしていくと、まだ販売しているお店もあるようです。ちょっと怪しげな内容ではありますが、セガ公認の製品ではありますので、セガ関連のハードをコレクションしていて興味があるという方はぜひチェックしてみてください。それではまた。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。